ねえ、ちょっと聞きたいんだけどさ、君が女の子の気を引く方法って大っぴらに後をつけることなの？もう反システム時間になるけど。正確には45分だね。楽しい時間はいつもあっという間に過ぎるもの。そうだろ？クジャクちゃん、君の目って綺麗だよね。故郷はツガンニア？もっとヒントが欲しいのかい？例えば、僕がエビキン人とか。花火の目は君ほど鮮やかじゃないけど、曇ってるわけでもないよ。全宇宙で君たちツガンニア人を知らない人なんていると思う？生まれつきの詐欺師で、泥棒で、八方美人で、それから腹黒。名実ともにね。花火に言わせれば、君は夢の中よりもマンホールの中にいる方が似合ってると思うな。あ、ちょうどあそこに一つある。早く行ったら？いや、その必要はないよ。薄暗い場所は僕の気質と合わないからね。やっぱり、この美しき夢の方が僕に合ってる。軽薄で、見栄っ張りで、見かけ倒しで。それに雨が降らない。僕の服はとってもデリケートだから、雨風には耐えられないんだ。その減らず口閉じてくれる、クジャクちゃん。もう帰って。花火たち愚者はバカじゃない。カンパニーのワンコとお友達ごっこをするつもりはないの。ええ、その言葉は本当かな？君はカンパニーの人間と友達になったことがないのかい？花火がピノコニーの歴史を知らないとでも思ってるわけ？君たちのくだらない社内政治に花火を巻き込まないで。愚者。この宴に招待された時から君に選択の余地はない。早く誰につくか決めて、何も失わないようにした方がいいよ。分かったようなこと言うんだね。あのファミリーの手番を自分の側に引き入れたみたいな口ぶりだけど。ねえ、何したの？クジャクちゃん、服を脱いでひざまずいて、うん、カンパニーは絶対にピノコニーを責めたりしませんって約束したとか？君、もう諦めたら？どうせ君たちは他人をチップにすることしかできないんだから。チップにすることの何が悪いんだい？ギャンブルのテーブルではチップだけが損したりしない。ガーデンオブリコレクションも請求列車の人たちもそれをよくわかってる。彼らは賢いからね。でも本当に賢い人はそもそもギャンブルには参加しないと思うけど。ほら、花火の方が賢いと思わない？いい？クジャクちゃん、君もパブの招待を受けたことのある人なんだよ。仮面の愚者を仲間に引き入れたいなら頭を使って、笑いの神様が何を求めてるのか考えないと。花火がアドバイスしてあげる。君が誰も説得できないなら、口の聞けない人を仲間にしてみたら？少なくともそういう人なら君に反論しないんじゃないかな。じゃあねー。ありがとう。口の聞けない人を仲間にする、肝に銘じておくよ。花火が言ったことを覚えてる？君たちツガンニア人はマンホールの中にいるのがお似合いだって。あちこちこそこそ嗅ぎ回ってるみたいだけど、そんなに死の匂いが魅力的なの？クジャクちゃん。君か。ロビンが死んだ後、
テレビに現れた代役は君だってことにもっと早く気づくべきだったよ、仮面の愚者。君、ファミリーに呪いをかけられたんでしょ？あんなあからさまのヒントをあげたのにな。口の聞けない人を仲間にしてみたらって、こんな簡単な言葉なのに。その結果はどう？君は失敗したどころか自分を犠牲にすることになった。確かに口の聞けない人を仲間にするようにとは言ったけど、君自身が率先して口の聞けない人になれなんて言ってないのに。ほんと、人の親切を無駄にするんだから。どういう意味だい？花火より君の方がよくわかってるんじゃない？歌えない小鳥が目の前で死んでいくのを黙って見てたのは誰？もちろん君だよね、クジャクちゃん。僕が聞いてるのは口の聞けない人になるの意味なんだけど。わかってて聞いてるでしょう。もうすぐ君も彼女と同じように永遠に口を聞けなくなるってことだよ。でもまあ、花火としてはそれも悪いことじゃないんだけどね。だって僕が真実に触れようとしてるからだろ。愚者、僕がこんなチャチなバッグを持って街中で安っぽい宝石を配ってたのはなんでだと思う？全部君に見せるためさ。僕がうろたえればうろたえるほど君を釣れる可能性が上がる。ずっと君を待ってたんだ。こんなに頑張ったんだから、ご褒美として答えを教えてくれてもいいんじゃないか？なんで花火が君を助けないといけないの？君はピノコニーを大混乱に陥らせたいんだろ？僕にはそれができる。ただ一つだけ確かめたいことがあるんだ。あの時君が僕に言った口を聞けない人っていうのは本当にロビンのことだったのか？もしいいやって言ったら？ありがとう。その言葉がこんなに親切に聞こえたのは初めてだ。なるほどね。花火君を見くびってたみたい。でもそれがどうしたっていうの？教えてあげる。口の聞けない人って定義に当てはまる人はもともと二人いたの。でもロビンは死んじゃって、もう一人はまだピノコニーにいるけど、多分もう君には見つけられないだろうね。愚者、今なら確信を持って言える。僕は最初から正しい道を進んでた。ちっとも間違ってなかったってね。今の僕に足りないものは二つだけ。一つは真実の裏にある意味。もう一つはそれを明らかにする方法だ。そっかそっか、よかった。また花火の大好きな向上っぷりを見せてくれる気になったんだね。でもそれって何も分かってないってことじゃないの？いや、これまでに見つけた様々な痕跡からそれが確実に存在することは証明できてる。それで十分だ。今挙げた2つの問題の答えについては17、あ、いや16システム時間あれば全てを明らかにできるだろう。16システム時間？本当に足りるの？それならもう少し君を焚きつけてあげようかな。はい、これあげる。これは花火のコレクションの相互保証破滅ボタン。
花火も同じのを持ってるんだ。花火か君のどっちかがこれを押せば、もう一人はすぐにピノコニーもろとも爆発するの。もし君が本当にカンパニーをピノコニーに引き入れたくて我慢できなくなったら、ゲームテーブルそのものをひっくり返すのも一つの手だよ。最初からやり直せばいいんだから。カンパニーってそういうの得意でしょ。だからどうしようもなくなった時はそれを押して。もちろん花火に連絡してくれてもいいけどね。花火の最後の気遣いだと思って。そんなに危険なのか。ファミリーは君の言葉を真に受けなかったんだね。そうじゃなければ君がこれを持ち込むこともなかっただろう。君は花火にはそれができるってことだけ知ってればいいの。残念だけど君の提案は断らせてもらう。君のおもちゃが本当に役に立つかどうかわからないし、僕は君の言う口の聞けない友人を探しに行くつもりもないからね。まあその人がまだピノコニーにいるって聞けたのは嬉しかったけど、後のことは自分でどうにかする。ファミリーの崩壊を祝うためのショーを用意するんだ。クライマックスでは高い壁が崩れ落ち、人々が目覚め、口の聞けない人も再び声を発することになる。その時が来たらボタンを押して盛大な花火で盛り上げてくれ。それじゃあまたね、愚者。この子に及んでまだそんな大口を叩けるなんて。でも約束だよ、絶対花火をがっかりさせないでよね。まったく、本当に何かするわけないのに。あのメモキーパーのことは忘れて僕の話をしましょう。手伝うべきことは全部手伝いました。約束通り仮面を返していただけますね。いつから仮面の愚者も約束を守るようになったの？冗談冗談、その顔いいね。はい、これパブの穴蔵の鍵、左から三つ目の樽を探してみて。あ、花火が渡したとは言わないでよ。でもサンポちゃん、こんなに時間が経ったっていうのにどうして急に仮面を取り戻したくなったの？花火が知ってるサンポちゃんらしくないよ。あ、わかった。ヤリーロ6に災いが訪れるとか？正解？それについてはノーコメント。ですが、あなたが言ったあの言葉は好きですよ。ショーが始まろうとしてる。でもステージに上がるのが間に合わない人は、舞台裏に身を引くしかない。ごもっともです。この散歩もたまには舞台に立って拙い芸を披露したいと思いまして。もしどうしようもなくなったら連絡してね。花火は友情を重んじるタイプだから。それは遠慮させていただきます。ベロブルグに近づかないでいてくれた方が助かるので。何しろ花火さんが求める愉悦は僕では到底届きませんから。ではジョバンニによろしくお伝えください。僕はこれで。はいはい、行ってみただけ。気にしないで。いつもこいつもなんでしかめ面をするのかな。